今までこの11年間そのゼストでやってきたスタイルっていうのがもう体に染み付いてるんで、ゼストってなんか他と違うな、見てる人が楽しいなっていう試合をできるチャンピオンになりたいと思いますね。やっぱり引き分けとかだと本当負けと同じですね。まあ、大事なところでやっぱり勝つ、一本勝ち KO で勝てるっていう。一度もそういうベルトとかそのチャンピオンとか王者っていうのになったことないので、まあ一番もう取れるベルトとしたら今一番近いのがそこ、そのゼスのフェザー級のベルトなので、なってから言いたいと思います。まあなりますけど、はい。まあゼストはやっぱりエンターテインメントだ、僕はエンターテインメントだと思ってて、やっぱりまあ強さプラスあのいろんな面含めてやっぱ楽しませる人がゼストのトップに立つべきだと思ってて、